はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹のぽっこりどうにかならんのんかいな。痩せても下腹だけ引っ込まない、そういった方におすすめなあぐらだるま腹筋を紹介していきます。いろいろな腹筋メニューがある中で、できるだけ一種目で反り腰を改善したい、そういった方におすすめな腹筋メニューです。お腹が出てる男性、下腹が出てる女性におすすめなやり方になります。腹筋だけ強くても腰が硬い、腰は強いけど腹筋が弱い、そうなるとやはり反り腰は解消されません。今回はただ揺れるだけなんですけども、効率的な順番を組んでます。全部やってください。今日も一歩前進しましょう。休憩は5秒と短くなってます。頑張っていきましょう。まずはあぐらを組んで、足の間に手を入れて足首持ちます。このまま体を揺らしていきます。お尻、腰をストレッチしながら腹筋を行っていきます。行きましょう。こういう感じで揺れます。もし片手でできる人は片手だけでいいです。スマホ見ながら転がってください。しっかり大きく動いてください。難しい人は真似だけでいいです。しっかり腰のストレッチしながら体を起こす練習を行わせてください。OK、 反対です。しっかりね、お尻伸ばしながら腹筋です。難しくない人はね、反対の手で膝を押さえながら上がってください。今度は両足、両足転がります。しっかり下向きながら、見よう見まねでいいです。いきなりできるのはね、ごくわずかなんで、これやっていけば反り腰がね、解消されてきます。今度は転がったら止まります。転がって止まる、転がって止まる、この繰り返します。頑張って。今度はこのまま入れます。これラストです。できるだけね、角度が変わらないように。うおー、効いてきた。頑張って。お疲れ様でした。いや、こうやって順番にやっていくとね、すごい腹筋に効いたと思います。前半はストレッチをしているので反り腰の解消になって、後半は腰と腹筋のバランスを取るための腹筋メニューでした。頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。